チャージと S スタイルテレビと雑誌の垣根を超えてタッグを組み宮城のイケてるラーメンイケメンを徹底リサーチ互いの取材力を屈し今食べたい主玉の一杯を厳選します今回のイケメンは濃厚でパンチの効いた鶏リパイタンです青葉区五ツ橋今年6月にオープンした注目店バードマン お昼はラーメン、夜は焼き鳥を楽しむことができる鳥にこだわったお店です。バードマンは一日10時間以上も煮込むという鳥パイタンスープが特徴です。濃厚な鳥の旨みが詰まった一杯、ぜひ味わってみてください。お待たせしました。鶏パイタンの塩になります。はい、あ,ありがとうございます。えー、すんごい綺麗なスープですね。 こちらがバードマン渾身の一杯、塩鶏パイタン。黄色みがかった濃厚なスープ。そこに彩り鮮やかなトッピングが花を添えています。そのお味とは。うーん。うわあ。美味しい。うーん。いやすっごい濃厚な味わいですね。これ。これでもかっていうぐらいの。 鶏の旨味がもうギュッと凝縮されてます旨味がギュッとなってて本当濃厚で飲み込んだ後もこの美味しさが続いていくうん。この濃厚さっていうのはどういう風うに出してるんですかえっとスープを煮込む時に<え>、えー、しっかり時間をかけて半日以上はいしっかり煮込んでますそう味の決め手は丁寧に炊き上げた鶏パイタンスープ鶏の柄にもみじ そこに香味野菜を入れ、半日以上炊き上げ、鶏の旨味をじっくりと引き出しました。そこに三種類の塩と昆布やみりんを合わせた特製の塩だれを使用しています。しっかりした塩味の中にも旨味と甘味が感じられるような塩だれにしました。 スープの中にこうちょっとこうピリッと効いた塩加減がもう本当ねこの全体をまとめてくれてるんですよね最高です、うん、特製スープに合わせるのはコシのある食感が特徴の細ストレート麺ツルツルとね喉越しのいい麺ですねこう噛むとコシがあってパチンとした食感です繊細なねこの感触があるんですけど本当これにね このトロトロのスープがよく絡むんですよね。トッピングと一緒に食べることで味に変化が。この野菜のこのシャキシャキとしたね、この食感もいいですし、ちょっとねスッキリとした味わいに変わるんですよ。どんどんこう食べ進めたくなるような面白いラーメンですよこれ。またラーメンのお供に人気なのがこのミニカレー。 学生が多い筒つ橋だからこそ、おいしいものをできるだけ安く提供したいと、塩とりパイタンと合わせて1000にになるようししました。この地域の方々に、えー、このお店があって、よかったなと思ってもらえるようなお店にしていきたいと思います。<laughs> 今回のイケてるラーメンイケメンは、青葉区五つ橋バードマンの塩鶏パイ丁寧に炊き上げた鶏パイスープが醸し出す濃厚な旨味が癖になる一杯です。ぜひご賞味ください。